はい皆さん土曜日の一日をどう過ごしましたでしょうか村長です村長はもうこれにかかりきりです、えー、でもですね、えー、今一番難しいのはチャット GPT って皆さん使ったことのある方は分かっているように決まった形で出してくるっていうのは難しいんですね、えー、もちろん僕のソフトではシステムロールに このような形で出せっていうことを言うんですけれどもま,あまだ僕も研究不足なところがありましてえこ,このソフトに関してということですねえ必ず同じフォーマットで出せないとダメだと思うんですよね。でコード進行のように曖昧であったらダメなんでですねこれを今いろんな出方をしてもいいように 研究開発しています。ということでこの右側にメロディ専用プロンプトジェネレーターこれもだいぶに落ち着いてきました。このようにですね男性のボーカル曲そしてからここでどこからどこまでのキーかというのをこう選択しましてですねでキーとメジャーマイナー入れまして そしてプロンプトを作成します。えー、今回日本語の歌詞も作ってもらいます。そうしましてクリップボードにコピーして、そしてここではいインプットのところに貼り付けますね。でここにねコード進行があったらなおいいんですが、今回はコード進行お任せということでやってみます。 はい、ちょっとこんな羅列ですね。本来はこんなんじゃなくて僕の出してほしいのは全然違うんですけど一回やってみますね。これここからここまでやって、えー、これをコピーしますね。コピーしたらですねこの僕の実験用ソフトなんですけれどもここでクリップボードを表示とすると。 とこう出てくるんですでもこれは僕の今思ってるフォーマットではないんですよね。えー、本当はこの鍵カ括弧みたいなのがついて1個ずつなってるんですけれどもどちらかというと皆さんには間区切りに見えてると思うんですがこれを変換してできればいいんです。おできましたこれがもうむちゃくちゃの通りがあってですね難しいんですが。 これこんな風になりました、えー、これ4分音符ばっかりでできてるのかな八分なしかあああんまり良くないかわかりませんねでもメロディー書き出ししてみます、えー、書き出すホルダーをここに見えるようにしておきますねじゃあこれでできましたじゃあこれ聞いてみましょう はい、あまあ悪くないですね悪くないですけれどももう一回やってみましょうね、えー、ちょっとジャンルとか変えてみましょうえー、っとはいえー「緩やかめ」っていうのにしまして、えー、ジャンルはどこだったかなボーカル明るい メジャンルどこいったジャンル作ってなかったっけまあいいやまあこれでプロンプト生成はいそうしましてこちらにきますはいじゃあこれでやりますね さっきちょっと歌詞の話はしませんでしたしこのコードを提案した理由というのがね100文字以内で記載されるようになってるんですはいこんな形で出てきましたなかなか僕の思ってるようにこんなふうになれとは書いてないんですよでもねこう 歌詞も書いててくれてるでしょ。「笑顔を浮かべて君がいる場所へそっと足を進めるよういつでも君を見つ,めら見つけられる」「とはの約束だから会いたい気持ちだけが溢れている」「まるで君のよさ君の声が聞こえるようでずっと覚えてるんだ」なかなかめっちゃ歌詞ええんですけれどもはい。 えー、C メジャースケールは明るくポップスに適した印象を与えます。男性が歌う曲には低音域フォーカスしやや落ち着いた感じを与えるというようなこと書いてますが本当にそんなになってるんかよって感じですよね。まあこれをピーッと選択します。はい、えー、コピーします。そうしましてここでクリップ消す必要ないんです。これ皆さん使ってもらうもんじゃないですからね。でもここクリップボードに クリップボードに表示としたらこういう風になって変換としたらこう綺麗になるんです。ああうしい嬉しい嬉しい,嬉しい。もうこれに丸々1日かかりましたからねチャット GPT の問題もあるし僕の頭でですね どんなんが出てくるか。チャット GTP もかわいそうなんですよね、えー。自分が出すんですけれども、どんなん出してるか知らんわけですから。で、後ろにね、米印がついてたらとかあるんですよ。ちょっとや意地悪にやってみましょうか。ここにね、米印ついてたり、なんか違う文字があったとするじゃないですか。でも一応変換と押したら、ほら、消えるんです。消えるんです。で、ここ、そういうのとかあったりですね。で、から、 ちょっと待ってください。ここのカンマをもしかして削っといたら。はい。ここカンマないですよね。これでどうでしょう。おお、これはやっぱりエラーが出るんだ。やっぱりこれはエラー。まあ、エラー処理はしてるんですよ。で,でもまあ、ここにカンマ入れます。はい。えー、でもこのカギカッコがない場合、ない場合はつける。おお、つけるつけるつける。はい、えー。そういうような感じでですね。 そしてメロディー書き出しをします。はいはいできてますね。今度はどんなメロディーでしょう。おおまあまあ短いですよね。えー、短い時はねこんなこともできるんですよ。こうコピーコピーしてですね。そしてここに、えー、貼り付けはいいんですけど、カンマだけ入れないとですね。 ダメですから、こうカンマ入れて、こうしたらですね。じこれ変換としたら、いけてますね。えー、だから、これで、メロディー書き出し。をかけた。はい、これ、ば、倍あるんですよね。なら。おお。ちょっと、こう、給付どうしようかとかいうのは、もう、あるけどね。 これ、完璧にしたら、ちょっと大変ですね。これ、ここまでできたら、やっぱり売らないと、しょうがないですね。えー、まあちょっと、もう最後に、もう一回だけやりましょう。えー、プロップとジェネレーターでですね。えー、っと、ここでですね、本来は、ポップスとかやってたはずなのに、ないんか。 えちょっとこれボーカルやめてギターソロフレーズにしてみますそしてまあ普通にしてえ歌詞はなしにしておきますはいここででも便利でしょあのまあメロディーどこまで あの追い詰めれるかわからんのですけれどもねでもあのー、サンプルのちょっとしたメロディーをぴゃっとこうしてでつなぎ合わせてもらって長さちょっと変えるということもできなくはないですからねですから、えー、ちょっとこれねこれも変換できたらいいのになはいはい こんな今度はなんかカッコもついてないむちゃくちゃって感じですがこれはちょっと負けしておきましょうね。はいこれでどうなるか。おいけたいいじゃないですか。 <laughs> ちょっとこれあかんな <laughs> 急。急になんで急ぐんやって感じですよね。はい。もう最後にしようと思ったけど、もう一個ぐらいやっときます。えー、別にこれ変える必要もないんですけれどもですね。まあ、ギターソロってやったからかな。これピアノ、えー、何しようかな。 モッかンフレイルストリングスソロこ,これをこうしましょうやストリングスソロにして緩やかめってしてみましょうそして、えー、っと音符数は少ないめにしますね、えー、これでどうでしょうはい、えー、これで歌詞なしとしたらね歌詞も出てこないでしょう あー楽しい楽しいけどしんどいもうほんまにしんどいですはいえー、よーし考えとるぞ、はああ息まで荒なってきたよ、はああチャット GPT 混んでるんかな バグはないと思うんですよ。僕のバグはないと思うんですよね。えー、絶対出てくると思うんですけど、ちょっと時間かかりすぎですよね。どうしておかしいなぁ。 はいおかしいですから一回ちょっと切ってみましょうかねはいあ今パッと切れたところ見たら、えー、止まってたりバグだったりはしなかったと思います、えー、ちょっともう一回やってみますねえー、っとお はい、これねこのシステムプロンプトにしないと今はですよ今はこれにしないとダメですんでこっちからこうしてこうして貼り付けはい。 はい、出ましたね。これ案外いいんですけれどもこれもまたなんか <laughs> こんなんで囲ってくれって言ってないっていうのにですねこれ変換できたら僕のプログラムは最高やなって感じですがどうでしょうはいこんなむちゃくちゃなやつ直せるかって感じですがおおいったいきました ええじゃんけーええじゃんけーええじゃんけーええちょっとこれもう一回もう一回しようこれこうやってコピーしてそしてカンマでして コントロール v はいまあこの辺ちょっと好きに変え,れ変えてもいいんですよ変えてもいいんですけれども「み」から始まって「そう」で終わっててなんで何でまあまあまあ別に八長調これ絶対ダメっていうことはないですけれどもですねはい、えー まあこれ今ストリングスのはずでしたからですねそう,そうでしたよねちょっと確認しようストリングスソロでしたねまあまあ悪くはないという感じかな、えー、今度はベースフレーズで、えー、やってみようこれ一個もね正直ねあの 実験してなかったんですよ。もうね、開発でどんなん出るかとかは、まだこれからの検証なんですよね。はい。えー、そうかまあ、もう早めにね、皆さんに公表してですねあ、こんなんできる、これはあかんな、やっぱりまだまだやなとかですね、いっぱいやってもらう方があがいいのかもわからないです。はい。えー、自分がね、これ、いろいろやっとってもわからんじゃないですか。うん どん,なんどんなん出てくるか、これチャット GPT 任せなとこもあるからですね。はい。でもこれでもちゃんとこれできるやったら、もう僕のプログラムは最高ですね。変換、大石だ。これがちゃんとこういう風にね、できたら、エラーが出なかったらいいんですよ。あのどうしてもできないむちゃくちゃやったらですね、えー、ちゃんと言いますんでですね。 でこれでいいじゃないですかメロディーメーカー,おーうんこれも悪くないな、えーまあ、そういうことで,で、まあ、もちろんコード進行を、まあ、言えばですねコード進行というのはこ,のここでこのコード進行メニューしますよねこうやってね はい、でコード進行のジェネレーター動かしてですねはいこれしますでしょそれからまあ C メジャーなんとかなんとかこうやって曲調を選んでいったりしてですねでジャンル選んだりしてはいそして同じようにこうしてクリップボードにします。ただし、これは、 今コード進行システムになっているということが条件ですね。そしたらちゃんとねコード進行の形になりますんではいこうなりますよね。こう,こうなったらですね、えー、これをまあここまでやろうかこうやってコピー。 あコピーじゃなくなくいんかえこれ右クリックしてコード聞いてみたらえー、あある,でるはいはいはいいい,いいですよね、まあ、これちょっとあえてまあチャットビジッジ PT 君ににかるようで、すねこれをですね、これをコピーするじゃないですか。で、これは一回閉じてですね、で、ここに貼り付けますよね。こうしてね。で、まあ今のところはちょっとめんどくさいんですけれども、このユーダーシステムロールにしておいて、そしてこの後ろにですね、えー、今度はメロディ メロディープロンプトジェネレーターで作ったこれをですね、ク、えー、リップボードにして、で、この後ろにやってもらったら、えー、ここで V、えー、コントロール V したらですね、こうやってこう下につくんですよ。上になっててもね、うまいことこう、一個開業してくれるようにしてあるんですね。で、これで、えー、っと、こうやって聞けば、 このコード進行に良さげなものを出してくれるというそういう仕組みになっております。はい。まだね、テストすることはあまりしてないんですけど、おお、これが僕の思ってたやつですね。はい。ちゃんとコード進行も向こうがもう一回念のために書いてですね。でから、これ。これが一番いいんです。これが僕の思ってた通りなんですよ。 で、えー、コピーしてですね。で、ここに貼り付けます。はい。こう、後ろにね、カンマついてますけど、これで変換としたら、はい。一行になるんですね。で、メロディー書き出し。おぉ、順調順調。はい。いや、ただ,ただし、このコード進行に、 大体でも合ってるかどうか自身の検証もできてないんですよ。短すぎるもんね、これね。<laughs> あの、まあ、ただね、これ BPM やってないのであの、一概にこれがダメやとも言われへんのですよね。これね、やっぱりね、完璧にいくまではちょっと。 そう、僕を作るかな。これを間延びさすとかですね。こう考えないと、うん、あのメロディーは皆さん聞いてもらって別かるでしょう。案があんまり悪くないです。えー、僕はあのいいと思うんですね。あの ai が。って 手にメロディーを考えてくれとるわけですからねでもこのコード進行を渡した割には、えー、コード進行の4小節分ぐらいしかできてないというね、えー、これはちょっとどうもね難しいですよねまあそれはそうやってほんで割り切るかっちゅうことなんですけどねまあチャット GPT が賢くなるのか 僕が賢くなるのか僕が生きてるのかまあそういうことですが今日はそんな面白い話でやってみました尊重でした。